点に絡むプレー。ストレッチとシャワーを浴びる。試合前もハーフタイムもあります。アップ始める前とアップ終わった後、着替えるたびになります。子供がいろんなことをしてくれるところの時かな。ちょっと喋れるようになったんで、まあ、パパとか呼んでくれたりとか可愛いです。iPad と本、移動で本読んだりとか。 iPad は試合の映像見たりとか、まあ、海外の映像見たりとか。遊具で遊んだりとか、子供がボール蹴れるようになったから、なんかまあちっちゃいボールですけど、ボールを蹴り方を教えたりしてます。